皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回のテーマ、マーチカンカン同率が滑り止めになる国公立はどこっていうテーマでやっていきたいなと思います。これ特に地方の受験生にちょっと私高田が物申したいことがありまして、マーチ舐めすぎちゃうかと思ってまして地方の国公立志望の子たちが、うん、マーチカンカン同率を滑り止めで結構受かると思いすぎてるなと。お、じゃあ具体的に話しましょう。1年前ぐらいに金沢校に来まして、うんうん、金沢大学を目指してる子がいたんですね、うん、明治大学を滑り止めに受けようと思って、はい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 、その子は別に何の悪気もないと思うんですよ、うんうん、ただ自分から言わせれば、金沢大学の滑り止めに明治はならんぞと、認識間違えてるよ、はい、改めてみたいな。下手すると横並びぐらいだね。横並びだし入試問題の難易度でいくと、はい、英語とかは圧倒的に明治の方が難しいです。国語現代文の文章とかも基本的には明治の方が難しいでしょう。古文も明治の方が難しいでしょう。今度こう歴史なのか数学なのかどっち使うのか問題とかもありますけど、はいはいはい、共通テストの歴史しかやってないのであれば明治の歴史なんて 100% 解けないです、うん、それぐらい滑り止めっていうふうにちょっと甘く、そんな問題じゃないぞみたいなニュアンス変わってくれれば嬉しいんですけど、はい、僕東京学芸大学出身なんですけど、はい、これ多分絶妙なラインにいる大学だと思うんですよ、うんうんうん、マーチっていう関係性でいくと、はいはいはい、どっちがむずいかでちょっと難しいラインみたいな感じだと思うんですが、うんうん、国公立、特に国立っていう前提があるじゃないですか、うん、金沢大しかり。国立はマーチよりも上だろっていう、大学のレベルじゃなくて国立と私立っていう関係性で見てると、そういうズレが起きるのかなっていう感覚的には思いますね。地方の高校受験のことを引きずってるんちゃうかなっていうふうに思ってて、はいはい、東京だったら高校受験って私立もめちゃめちゃ強いところいっぱいあるじゃないですか。ありますね。むしろ私立の方が賢いみたいな風潮だってあるわけじゃないですか。はい、でも地方の方ってやっぱ公立の方がやっぱ優秀で、高校受験で滑り止めを私立受けるみたいなことが当たり前じゃないですか、はい、だから高校受験の方から基本的に国公立っていうのが第一志望で、私立っていうのは併願校なんだ、滑り止めなんだっていう意識があって、さすがに早稲田とか慶応って難しいのは知ってるよ、でもマーチとかカンカン同率だったら滑り止めになるんでしょって思ってる層がめっちゃ偏見入ります。金沢大とか岡山大とかを目指してる層にめちゃくちゃ多い語弊あるな。偏差値で言うと55から60ぐらいなイメージですか。まあ、そうです。金沢大、岡山大、熊本大、広島大とかを目指してる層の子たちに結構多いなと思ってて、ドッキーいかないぐらい。トッキーも結構怪しいっすよ。どこからがマーチ滑り止めにしていいかを話しましょうよ。はいはいはい。じゃあ例えばですけど、関西のね、神戸大あるじゃないですか。はい、宮廷とか滑り止めになりますよね。なんちゃって宮廷志望はダメですよ。宮廷ちゃんと戦えてる。九州大学の過去問が解ける。北大の過去問が解ける。だったら基本的にマーチ滑り止めになると思うんですよ。じゃあ次、トッキー議論しましょうか。神戸大は大体カンカン同率抑えてきますからね。ちゃんとした神戸大目指す実力があるんであれば大丈夫でしょうと。次、ちょっと怪しいなって思うのは、横国文系、筑波文系。このあたりからちょっと怪しくなってきます。これで分離で差ありますよね。まず、 そう、まず確定情報が言うと、はい、理系は余裕で滑り止めになります。そうなんです。横国の理系、筑波の理系、千葉大の理系目指してる人は安心してマーチの理系を受けてください、まあ、筑波の文系、横国の文系がじゃあマーチ滑り止めになるの怪しいよって言ってる根拠は何かっていうと、横国と筑波って文系は二次試験の科目が少ないんですよ。横国とか1教科で受けるところとか2教科で受けるところあるんで、共通テストレベルの内容でマーチ大丈夫かっていうと絶対 100% ダメなんで戦えないです。二次試験の教科で言っても、筑波の英語と明治の英語どっちがむずいんって言ったら、英文自体は正直明治の方がむずいっす、うん、明治の方が読みづらいです。筑波の方が英語の長文は読みやすいです。もちろんね、筑波だったら英作文があってとか記述があってとかね、そこの差はありますけど、単語とか文の難易度で言うと全然明治の方がむずいんで結構苦戦すると思います。で、あとその二次試験で使ってない教科を明治どうやって戦うのみたいな、うん、マーチどうやって戦うのみたいなところが戦略立てられてないと受かんない。結論として、はい、危ない人たちというのは二次試験の科目がマーチ一般受験する科目より少ない人ということで、私のように学芸二次少ない人みたいな。まあ確かに工学芸大も二次試験一教科、一教科ですね。であと共通テストなんで、共通テストレベルだとマーチは戦えないです。戦えないです。二次試験もマーチカンカン同率って英文がむずいんで、普通に単語も結構いるんで、そういうのに耐えられる勉強をしてないと滑り止めになれない。逆言ったらほとんどの国公立って該当しちゃうんじゃないかっていうことですね。そうだからマーチカンカン同率もねピンキリやからですけど、はいはい、実際宮廷とかじゃないとマーチを滑り止めですよっていう感じで扱えないと思いますね。だから金岡熊広、このあたりは結構マーチとトントンかなっていう、うん、入試の滑り止めにできるかっていうとちょっときついと思いますよ。滑り止めって要は第一志望の対策しとけば難なく取れる大学っていう考え方だと思うので、はい、うんうん、対策をしなきゃいけないという意味でそもそも滑り止めっていう概
概念はおかしいみたいなっていうところですかね、うん、一番理想は共通テスト利用ですと、はい、共通テストめっちゃ対策して共通テスト点数取れるようにして共通テスト利用で合格を取るっていうのが国公立の子らのベストな戦略かなと思います。共通テスト頼みの勉強にもなっちゃうので、はい、裏を返せば結構リスクはあるというので滑り止めの戦略もねどこやったら受かるのかとかねじゃあ私立の対策どのぐらいするのかとかもちゃんと真剣に考えてよっていう甘く見ちゃダメよっていうのがメインメッセージですね、うん、僕その該当する高校3年生だったのでちょっと語りたいことが結構いっぱいあるんですけど知らないですけど新生実際マーチも視野に入れてた、はい、全然入れてないです。そもそもあの前提として視野に入れてないっていうのは、はい、もちろんその大学としては検討しますけど、はいはい、無理だなと思ったって感じです。あ、もう最初から撤退してたんですね。舐めたりはしなかったんですね。いや逆です逆です。リスペクトがあるからこそのこれ受けてもあんま意味ないからみたいな。公立は青山高校じゃないですか、はい、偏差値70ぐらいある東京の進学校でしかも青山学院も近いじゃないですか。大体みんな結構総計とか行くでしょ周りの友達とか私立文系大志望の子は総計とかが多い、はい、マーチ行けんじゃないって思いそうですけどね環境的に止まんなかったですね。そうですね、受験生のでも実際マーチ合格した人も国公立の対策しながらマーチっていう友達はあんまいなかったですけどね。あ、そうかもしれないですね。国公立受かりきるか総計志望で総計届かずマーチみたいな子が多かった、もしくはさっき言った理系で国立理系届かずにマーチ理系っていうのが実際の理系進学のイメージかなっていうところがあって、それこそ私あの学芸大ギリギリ合格なので、はい、マーチの対策をしてたら学芸大現役落ちてるんですよ。死者連絡ありますよね。そうなんですよ。さっき言った名前が挙がった国公立の突起なのかどうなのかぐらいのレベルの大学ってそこを大志望としてる人って多分そっちがまだ危ういはずなんですよ、うん、その危うい共通テストの得点にしろ二次の得点にしろっていうのが怪しい人がマーチの一般の対策する余裕があるかっつったら多分ないです。ない状態でマーチの対策を始めたらどうなるかっていうと本命の国公立の対策がザルになるんですよ、うん、両方ダメっていうのが最悪だ最悪のパターンです。微妙な人はぶっちゃけどっちかに振り切った方がいいですよと、ね、国公立厳しいんだったらマーチ先眼にした方がいいと思うし、うん、国公立で攻め切るんだったら下手にマーチは手で出さない方が作戦上はいいだろうと。リスクはあるけどそれだったらまあ1個落として2等駒線とか三金交流とかを併願校にしていくってプランですよね、はい、もしくは先ほども話し上がったように強手利用だったらそもそも強手は稼ぎに行く想定だと思うのでそこでマーチを狙いに行くっていうのは順当なんじゃないか。共通テスト利用でマーチを取るような戦略にすると、はい、めっちゃ理想なんですけどね。最後に理系の方もちょっと話していきたいなと思うんですけど、はいはい、理系はさっきも言ったように結構受かりやすくてイメージ岡山大とか兵庫県立大の理系とかの子が関大関学とかの理系を抑えてるっていうイメージはありますね、はい、関東圏で例えば海洋大とかお茶女とかももちろんそうですけど、はいはい、その辺の理系の子は明治とか法政くらいとかを抑えていくっていうようなイメージです、ね、私立文系と私立理系でやっぱ倍率が全然違うんですよ。私立文系ってやっぱ圧倒的にこうみんなこう三教科でうわーってこう目指してくるんで、うん、やっぱ人気なんですよね。だからそこ勝ち抜かないといけない。私立の理系はやっぱ学費が高いとかもあったり、はい、理系の子たちって私立を目指すよりは大体の子はまずは国立目指すんで私立理系って意外とこう穴場になってるみたいな。もちろん勉強のね負担は全然違いますけど、はい、マーチの一個手前に理科大っていう存在が関東圏だと結構あるので理科大は結構そんな簡単に取れるって言われるとちょっと、まあ難しいですね、語弊があるかなと思うんですけどそれと比べるとちょっとマーチは取りやすさは上がるかなっていうイメージですかね。理系に関しては二次試験で結構難しいことやってるし、うん、文系の国公立の英語と私立の英語って私立の英語の方がやっぱ相対的に難しいと思うんですよ、はいはいはい、さっき言ったようにトッキーの英語とマーチの英語だとマーチの英語の方が難しいんですよ。でも国公立の数学とマーチの数学でね計算複雑とかありますよマーチの数学は。でも基本的にはやっぱり国公立の方が難しい問題とかも多かったりするじゃないですか、うんうん、だからそこで理系は文系ほど国公立私立の中で難易度差は起こりづらい。国公立の方が逆に言ったら滑り止めにしやすい。国公立の子たちが併願校としてマーチは組みやすいなというふうに思います。補足しとくとしたら一昔前に比べると、はい、マーチもその入試の形式が多様化してるので、はい、国公立の子でも受けやすい大学方式はあるにはあるかなと。それはちょっと別の動画でも話してますが、はい、青山学院の、ね、共通テストも取り入れた特別学部認定の入賞とか、そうですね、そういう入試の方式も多様化してるので国公立の子たちもちょっと戦略的に、ね、私立を見に行ってほしいですね、はい、マーチの中でも難易度の差があるので、うんうん、少し下目なところだったら狙えるかもとかそういったところは自分の実力と照らし合わせる必要があるかなと思いますね。というわけで舐めないように簡単に受かると思うなよというテーマでちゃんと調べて戦略を立てて併願校どうするかも決めていきましょうねという動画でした。今回動画以上です。ありがとうございました。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとかそれを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。